今日は PWC アドバイザリーのディレクター宮本さんの一日に密着したいと思います。宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。売上のこうまず計画、まあ、これまで宮本さんは前職を経て2015年に入社、ストラテジーチームに所属し、提案活動やプロジェクトマネジメントに加え、内部管理業務にも携わっています。宮本さんはどんな先輩ですか？そうですね、まず一番に来るのは安心感というところはあるかなと思います。自分では解決が難しいようなことにぶつかった時に、宮本さんに相談すれば必ずこう解決策、ヒントを示してくれると。企業の重要な意思決定をサポートするディールズストラテジーの仕事、宮本さんは取り組みがクライアントにとって意味があること、誰に対してもフェアであることを常に意識しているそうです。ランチを取りながらも何やら作業中の宮本さん、何をされてるんですか？今ですね、今度会社として出版予定の本の執筆を行っています。プロジェクトワークに限らず、こういった対外発信というのも非常に重要な業務の一環として行っております。メンバーのアサインメントの調整も宮本さんの重要な仕事。プロジェクトが求めるスキル要件のみならず、本人の希望や課題を踏まえてアサインメントを検討します。さまざまな業務を抱え忙しい宮本さんですが、お子さんが生まれてからワークライフバランスは変わったそう。もともとは結構仕事中心の生活だったんですけれども、子供が生まれてからかなり効率性を意識するようになりましたし、会社の方もですね、ウェルビーイングだったりとか生産性向上というところを重要な経営アジェンダと捉えて後押ししてくれていますので、その点は非常に助かってますね。多種多様な専門性や経歴を持つ人材が柔軟に連携しながら活躍する PWC アドバイザリー。採用面接も行う宮本さんが一緒に働きたいと思うのはどんな人ですか？そうですね、やっぱり当社の特徴の一つとして、こう職界関係なくフラットに意見を言い合えるっていうところがあるのかなと思っていますので、ぜひですね、こう自分の意見をどんどんぶつけてきてくれるような、まあ、そんな方と一緒に働きたいなと思いますね。ディレクターとして常に全体最適の目線で業務に取り組む宮本さん、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。